証明してやるさ、俺の実力をな。行くぜ、邪魔だ。目標を確認した。これより攻撃する。誰がお前を倒すのか十分に教えてやるさ。行け。かわいい。月軌道上より新たな艦影を確認。ダン、新手のジオン艦隊だ。すごい大部隊だな。おいおい、本当にあいつらを相手にするのか。まともにやって勝てる戦力じゃないぜ。最初の艦隊そのものが餌だったか。艦隊の側面を晒して誘うとは大胆な。ジオンの司令官め、よほどの戦略家と見える。まさかあれほどの艦隊がいたなんて。滝沢軍曹、敵主力艦隊との接触までどのくらいだ。敵艦隊の有効射程圏内にはまだ入っていませんが、中域コース上に障害がないため敵モビルスーツの有効射程範囲もほぼ同時刻で突入するかと思います。そうか、圧倒的な戦力差と同時刻の有効射程、戦ってもこちらに勝ち目はない。滝沢軍曹、サラブレッド全クルーを退避させてくれ。それはどういう。サラブレッドを爆破する。無論モビルスーツも一緒だ。戦っても勝ち目がなければ残された手は降伏することだが、
この船とモビルスーツはジオンに渡すわけにはいかん。特に4号機と5号機が奴らの手に落ちれば連邦にとって大きな脅威となる。そんな、とにかく脱出が最優先だ。避難に使える連絡艇の数を確認してくれ。みんなに説明は。時間は限られている。迅速な行動が必要だ。説明は後でいい。ブリッジには私が残る。でもそれでは。私は艦長だ。船を降りるのは最後でいい。しかし。よう、ミュウ、聞こえるか。ルース・チューリー、どうしました。こっちのモニターで敵の戦力を確認させてもらった。で、困ってんじゃねえかと思ったのさ。どういうことです。だからこのままじゃ突っ込んで全滅か、運を天に任せて逃げるかのどちらかしかないだろう。ああ、それともう一つだけ手があるか。サラブレッドをガンダムと一緒に爆破した後降伏するなんてな。そこで一つ明暗があるんだよ、俺たちがジオンに勝つ方法がな。聞かせてくれないか、ルース・チュウィ。 G-04 の試作装備、メガビームランチャーを使うんですよ。晴れようか。しかし実験回数も十分でなく、まだ未完成との報告だったと思うが。撃つことはできます。でもそれは我々開発チームが求めていたものとは大きくかけ離れたもので、ビームライフルと同程度の威力しか出ないんです。まだ説明には続きがあるだろう。一発だけなら超特大のが撃てるってな。エネルギーの充填率を限界まで引き上げれば、メガビームランチャーは決戦兵器としての性能が出せるらしいんです。まあ、たったの一発だけなんですけどね。それは本当なのかね、滝沢元素。確かに可能です。でも計算上の話にすぎません。艦長、私は反対です。メガビームランチャーはまだエネルギー制御が安定していません。機体にどんな負荷がかかるか予想もできず危険なだけです。メガビームランチャーなら長距離からでも敵艦隊に打撃を与えることも可能です。それならば現状の戦力だけで敵艦隊の足止めも可能ということか。勝利のための賭けということだな。艦長、開発者の一人として決して進めることはできません。撃てりゃいいのさ。どうせこのままじゃみんなあの世行きだ。他に手はないんだよ。艦長だって分かってるさ。敵主力艦隊がこっちの降伏を認めるような奴らじゃないってこと。どんな野郎か知らないが、仲間を見捨ててでも俺たちを叩き潰そうと考えてる奴がいるんだよ。オルド、このまま見過ごしたって今の敵の動きじゃ危険に変わりないだろう。必ずやり遂げます。ガンダム2機の連携がうまくいけば必ず成功するはずです。分かった、許可しよう。あ、艦長、 G-04、 これよりメガビームランチャーの艦装に入る。ま、大船に乗った気でいてくれ。ミュウ、こうなったらルースの面倒を見てやるしかないぜ。だって仕方がないよな。ならとことん付き合ってやろうぜ。ハルト。